ナルトの正月シリーズ第49回松竹杯競争睡眠場今節のラストカード優勝戦第12レースを迎えました。なお第12レース優勝戦引き続き安定版を使用して2周回での競争です。出走メンバーは1号艇葛原博明、2号艇市橋隆、3号艇島由伸、4号艇田村貴信、5号艇佐々木和信、6号艇吉永康弘、以上の6選手が争います。1号艇葛原博明インコースに構えていきます。巡ってきました絶好枠最短距離から新春 V ゴールを狙います。人気を集めた1号艇葛原、隣2コースは2号艇の市橋隆です。昨日5日目は差し切って1着並べました2号艇茶師、3コース3号艇の島由伸、準優3コースからまくって後輩と演出、4号艇の田村貴信、4コース角初日減点のペナルティーがありましたが4日目連勝オール3連敗中、5コース5号艇佐々木和信、予選道中3連勝マークしました。4節連続ファイナル進出です。大外6コース6号艇の吉永康弘、今節毎日船券に貢献しています。3対3の枠番通り進入インから1番と番3番ダッシュ4番5番6番です。スタートしました。2号艇の市橋いいスタートを切りました。センターから3号艇の島、4号艇の田村もいいスタート一周しまく、1号艇葛原が逃げる、2号艇市橋マークリニック、さらには4号艇の田村、内から3号艇の島、バックスレッジ1号艇葛原粘っています。先頭ボート半分リードを取っているか、外では2号艇の市橋、内からも3号艇の島が迫ってきます。先頭争いです。5号艇の佐々木、4号艇の田村、6号艇の吉永、続いてスタート正常でした。一周にマーク先手打ったのは3号艇の島、内から1号艇葛原、カス、さらには2号艇の市橋、スタンド前1号艇葛原、2号艇市橋、1停止半から2停止殺到系前、3号艇の島、最終周回1マーク先頭争い、2号艇の市橋と1号艇葛原、さらには3号艇の島、バックスレッチ2号艇の市橋が先頭、2停止3停止リード、1号艇の葛原2番手、3番手3号艇の島、上位体制2番1番3番の体制です。4番手4号艇田村、後方は6号艇の吉永、5号艇佐々木、ラストターンマークの旋回です。2号艇の市橋先頭争い制しました。最後の直線コース、1号艇の葛原は2番手、3番手3号艇島吉信の体制、まもなくゴールを迎えます。新春 V ゴール、先頭は2番の市橋ゴリ、1番葛原、3番島ゴリ、4番田村ゴリ、ラスト5番6番6番5番接戦でゴリ。